皆さんこんにちは。センチメンタルジャーニーで有名な元アイドルである松本伊代さん。今回は松本伊代が転落事故で車椅子生活の現在と、ヒロミと極秘離婚の真相について紹介します。まずは松本伊代の経歴とプロフィールから紹介します。松本伊代は日本の歌手、タレント、東京都大田区出身、 B カンパニー所属、夫はタレントのヒロミ、長男は俳優でタレントの小園涼、姉はダンスインストラクターで、1990年代前半頃には松本伊代姉名義で歌手デビューも果たした。中学3年生の時、原宿でスカウトされる。翌1981年第5回長崎歌謡祭にてグランプリを受賞。同年、 TBS 啓太の金全力投球の田原俊彦の妹役オーディションに合格しデビュー。同年10月21日センチメンタルジャーニーでアイドル歌手としてもデビューした。当時のキャッチコピーは、瞳そらすな僕の妹、田原俊彦の妹。翌1982年12月の第24回日本レコード大賞新人賞をはじめ、同年に多くの音楽新人賞を受賞する。キャッチコピーの通り、妹的存在として多くのファンを拡大させた。デビュー2年目の1983年にはドラマ私は負けないの主題歌時に愛はなどもヒットし、同年末の第25回日本レコード大賞ゴールデンアイドル賞を獲得した。2021年7月22日3週ほど前に運動中に背骨を圧迫骨折し、自宅療養中であることを公表。火曜レギュラーを務めるよいどんは7月6日から欠席。2022年11月24日に TBS 系バラエティ番組狼少年の収録で落とし穴に落下した際に腰を痛め、腰椎の圧迫骨折と診断され、3ヶ月程度の過量を要することが26日に発表された。これにより出演を熱望していた2023年1月19日に開催された湯川玲子 87th Birthday フィルハーモニー音楽会の出場も断念することとなった。2023年1月に退院したが、退院後猫背は過量が必要と診断され、退院後もトイレや風呂に介助が必要な状態であった。夫のヒロミも常に看病できる状態ではなかったため、結局再入院したことが同年2月に明かされた。2023年4月4日よいどんに火曜日 MC として出演し、4ヶ月半ぶりに仕事復帰した。同年7月1日日本テレビ系音楽特番ザ・ミュージックデーで歌手業復帰。松本伊代が腰の骨を折る大怪我を負った。 TBS によれば、事故が起きたのは2022年11月24日狼少年の収録中で、不正会社が落とし穴に落とされるクイズコーナー即落ちでのことだった。クイズ不正解となった松本が深さに7メートルの穴に落下、その際に腰を痛め、診察を受けたところ全治3ヶ月の腰椎骨折と診断されたという。整形外科医によれば、骨がスカスカの高齢者だとくっつくのに半年かかりますが、57歳の女性で全治3ヶ月というのは重傷。転落した際の衝撃は相当なものだったと思います。腰椎骨折は激痛が走るため、今は座薬などの強い痛み止めを使っても痛みで眠れない、休めない状態ではないでしょうか。激痛は1ヶ月ほどで治まるというが、その後元通りの生活を送ることができるかどうかはわからないという。整形外科医が続けて解説する。椎間板ヘルニアを併発したり、骨折に伴い腰椎の中を通る神経が傷ついて、ひどい場合は寝たきり、尿漏れや尿意を感じなくなる排尿障害、しびれが残って歩行が困難になることもあります。基本はコルセットをつけて骨がつくまで安静に過ごしますが、手術をすることも、きちんと治さないと長時間歩き続けることが困難になり、今後旅番組やロケ番組の出演は難しくなる。転落の際に打ちどころが悪くて頸椎がずれていたら即死してもおかしくなかった。テレビはいつまでこんなバカバカしいことしているんでしょう。伊代はまだ16だからと歌ったのは遠い昔、もう57歳になった。いわゆるアラカンになると5人に1人が骨がスカスカになる骨粗鬆症を患い、骨折を繰り返すという、特に若い頃にダイエットをしていた女性、骨折歴のある女性はなりやすい傾向が強い。
松本は作家にも腰椎を骨折しており、どうにも無茶振りな撮影だったのではないか。芸能記者が語る二人が結婚したきっかけは、ヒロミの撮影中の事故でした。バラエティ番組の収録中、背中に背負った1万本のロケット花火に点火したところ爆発し、生死をさまようほどの重傷を負ったのです。当時交際中で献身的な看病をしていたのが松本でした。もし今回の怪我で松本が出歩けなくなったとしたら、二人の老後にも暗い影を落とします。今後は危険の伴う仕事の依頼は断るなど、仕事をセーブしてもいいのでは。松本本人は今は治療に専念し、早く元気になれるように頑張りますとコメント。後遺症が残らないことを祈ろう。ヒロミさんと松本伊代さんの慣れ始めや結婚、二人の息子さんについてまとめてみました。芸能界に入る前は自動車のセールスマンをしていましたが、自動車事故で内臓破裂などの怪我で生死をさまよい、このことがきっかけで好きなことをしようと芸能界入りを決意。1986年にデビット伊藤、ミスターチンと共にコントグループ B21 スペシャルを結成し人気に。1993年には番組共演で知り合った松本伊代さんと結婚しています。現在長男の小園亮さんも俳優として活動しています。他にもレーシングドライバーとしてや溶岩浴と加圧トレーニングジムを経営するなど事業者としても活躍。2004年以降メディアからは姿を消していましたが、2014年から再び姿を見せるようになっています。気になる馴れ初めですが、二人の性格からアタックはヒロミさんの方からと思われがちですが、実際は松本伊代さんの方がヒロミさんに猛烈なアタックをしていたと語っています。当時テレビを見ていた松本伊代さんは、出演していた B21 スペシャルを見て真ん中の人かっこいいなぁとヒロミさんに目をつけていたそうです。当時深夜番組をやっており、スタッフとゴルフによく行っており、そのうちにヒロミも深夜番組に出るようになった。テレビ局に行った時にヒロミを見つけ、あ、おいた、ゴルフに誘わなきゃと思って、初対面なのにゴルフに行きましょうよと強引に誘った。この深夜番組はオールナイト富士だと言われています。また初デートはヒロミさんの家だったことも明かし、美味しいメロンジュースを作るからお家に来ないと誘われたそうです。ヒロミさんと松本伊代さんは結婚のきっかけについて次のように語っています。今年で結婚22年目を迎えた2人だが、ヒロミはちょっとバタバタとしてたので、正確に結婚してくださいとかプロポーズの言葉はなかったですねと振り返る。 MC から結婚の決め手となった出来事について聞かれると、雑誌に写真を撮られた、それで結婚するしかないと思って伊代のお父さんのところにお願いしに行ったと告白し笑わせた。特にプロポーズの言葉はないのですが、ヒロミさんが突然車中で万馬券が当たったんだと言って指輪を渡されました。プロポーズの言葉はなかったそうですが、雑誌に撮られたことが結婚のきっかけになったようですね。2007年にはいい夫婦の日パートナーオブザイヤーにも選ばれています。松本伊代さんは結婚できたため雑誌に撮られてよかったと思っているそうで、ヒロミさんの存在の大きさを語り、ヒロミさん以外だったら離婚していたと思うとも語っています。ヒロミさんと伊代さんの円満ぶりが伝わるエピソードは数多く報道されています。ヒロミさんは伊代さんのことをママと呼んでいるのは有名な話ですが、週に1回のペースでママのお休みの日を設けて実践しているとのことです。ママのお休みの日には夫婦が1日を仲良く過ごせるように伊代さんの好きなカフェで朝食をとることにしていると言います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。